マジカル綾香は、日本のお笑いタレント。本名、近藤綾香。神奈川県出身。ミキプロダクションに所属していたが、所属契約を終了。現在はフリー。身長 158cm、体重 45kg、交渉3サイズは B、B78cm、W60cm、H80cm。 足のサイズ24センチメートル。自称、永遠の14歳中2秒。青山学院上子短期大学卒。その後、東京アナウンスアカデミー卒業。声優を目指すべく廃墟ボイスアクターズスタジオで学ぶ。今でも、声優のレッスンは続けている。10代の時、15人ほどの声優のアイドルグループ、ゲット、エイドリームのメンバーとして活動。 このグループのライブの合間に同じあやかという名前のメンバーとダブルあやかというコンビを組んでコントを披露しておりこれがお笑い活動を始めるきっかけの一つともなった2009年頃には約3ヶ月間だけリナ・アントワネットとのコンビサプリで活動していたことがあった2010年4月1日にミキプロダクションに所属ミキプロには最初は 声優として、オーディションを受け、所属となったが、事務所側から芸人としての活動を進められ、最初は、芸人は無理と思っていたが、声優のレッスンも続けながら、お笑いの活動もやるということになった。M-1 グランプリ2012は、当時同じ事務所に所属していた、ドイツミチコとのコンビ、マジカルミチコで出場した。2015年10月26日、 自身初となる単独ライブ、マジカルフェスティバル2015を行う。2016年、所属していた、ミキプロダクションと円満に所属契約を解除した。父はミュージシャン、母は陶芸家、兄は人形アニメに使う人形を制作する仕事に、携わるという芸術家一家。DJ、M&D のライセンス、漢字検定順2級の資格を持っている。趣味は、 一人カラオケ、感激、短歌など。短歌はブログの最後に自作のものを披露することが時々ある。女性芸人仲間の中で特に仲が良いのは石井テルミ。スマップのファン。学生時代は東京ドームでグッズ販売や案内のアルバイトをしていたが、これもスマップコンサートの漏れてくる音を聞きたいためというのが理由でもあった。小学生の頃は 漫画作品、ワイルドハーフが大好きで、原作者の浅見ひろ子にファンレターを出したりプレゼントを送ったりしたこともあり、浅見のアシスタントにもなりたかったといい、声優になりたいと思うきっかけになった作品でもあるという。他に、好きな漫画、アニメ作品は、美少女戦士、セーラームーン、純情ロマンチカ、夏目友人帳』。自分のことを、 魔法少女芸人と称し、赤を、主とした色の、魔法少女を意識した衣装で出演して、魔法と、魔法少女をネタにした漫談、コントを演じている。本人は、近藤彩香から、マジカル彩香に変身してのキャラクターと言っている。マジカル、マジカル、というセリフを、振りをつけながら、ブリッジに入れている。その他、マジカ、ルーレットというアイテムを持っての漫談。 ネタも行っている。ルーレットには、歴代のアニメの魔法少女をはめ込み、魔法少女に例えた占いをする、といったようなものである。このほかマジカルアイドル、マジカルツッコミ、客を一人ずつ指名しながら演じる、魔法のマジカルカメラなどのネタも行っている。2017年からは、魔法のパティシエというキャラクターでも出演している。主に、 自作のテーマ曲を出囃子で流して登場している。なお自作の出囃子のテーマ曲 CD は非売品となっており入手するには自身の出演を笑いライブに取り置きをすることによって得られるマジカルポイントを 20p 貯める必要がある。ありがとうございます。